川島でございます。よろしくお願いいたします。1990年代の半ば、マレーとハーンシュタインによるベル曲線という書籍は、人種間の知的能力の差異の存在を示唆して大論争を引き起こしました。同じ頃、運動能力にも人種間に差異があるのではないかという現象が進行していました。それはいくつものスポーツ競技でアフリカ系アメリカ人以下において黒人を同義で用いますが、好成績を収め全人口比率によりはるかに高い割合を示すに至った状況を指します。例えばアメリカ合衆国以下アメリカと呼びますがの三大プロスポーツといわれるベースボール、アメリカンフットボール、バスケットボールでは94年末の時点で黒人選手の比率がそれぞれ 18%、68%、82%、このところですね、に達していました。全人口に、占める比率 12% のそれぞれ、1.5 倍、5.6 倍、6.8 倍に及んだことになります。黒人アスリートはなぜ格も増加したのでしょうか。すでに一部ジャーナリストは60年代からこの問いに取り組んでいました。そんな中、90年代になると国民的な関心事へと発展を遂げ、そんな中で多くの国民は人種差別的意味合いの強い黒人の運動能力は天性のものだから、つまり人種間に生まれつき、運動能力の差異があるからという答えを選択しました。しかしこの点についてスコットランドのスポーツ生理学者ピツラディスはこう答えています。人種という概念によって人間集団間の運動能力差異を説明することはできないと。そこで科学的根拠が存在しないことにもかかわらず、一つの言説として広く受けられること、この、2つの点に鑑み、黒人として表彰される人間集団、つまり人種には生まれつき固有の運動能力、身体能力が定まっているとの言説を黒人運動能力神話、あるいは黒人身体能力神話と呼ぶものとします。ベル曲線は知能指数に焦点を当てましたが、その著者たちの意識の中に知力を誇示、運動能力をネガとして位置づけるような思い込みが存在していたことが指摘されています。またこのポジとネガの組み合わせは西洋の近代思想に深く潜む前提として帝国主義の前世時代から存在していたことも認められています。ベル曲線が出版されてから10年以上が経過しましたが、この間も知的能力がたびたび各界の注目を浴びてきました。例えば、加藤報告にもありましたが、最近の事例としてノーベル賞受賞学者のワトソンがアフリカの可能性について悲観せざるを得ないと発言して非難を浴び、辞職に追い込まれた舌禍事件があります。しかし運動能力に関する思惑は現在も底流に潜んだままとは言えないでしょうか。これまでジャーナリストに取り上げることがあっても 公の場の知的な議論で対象にされたことはごく稀にあったのみです。本発表はネガの地位にあるこの運動能力にあえて焦点を当てます。無論黒人は、アフリカ系アメリカ人は昔から優秀なアスリート、スポーツ選手であったわけではありません。19世紀後半のアメリカ社会では人種偏見が強く、健康維持法や余暇としてスポーツを愛好した勇敢階級が組織したアスレチッククラブの多くは黒人排除を規定で定めていました。プレッシー対ファーガソンと、の判決によって分離すれども平等の原則が承認されると、スポーツでも人種分離を容認する風潮は強化され、ベースボールのナショナルリーグでは紳士協定によって、アフリカ系アメリカ人選手の入団を禁止し、世紀末までに排除を実現しました。また解放されたアフリカ系アメリカ人たちの多くは劣悪な生活環境に置かれ、スポーツとは無縁の生活をしていました。ほんの一握りの選手のみが一部の北部名門大学や黒人大学の選抜チームで実績を上げ、例えばジョン・テイラーのようにオリンピックで金メダルを獲得した人物も現れました。アメフトではローブソンが全米代表チームに選ばれ、1891年にはジェームズ・ネイ・スミスによって考案されたバスケットボールでは早期からアフリカ系アメリカ人青少年の参加が見られました。とはいえアフリカ系アメリカ人スポーツ選手が例外的な存在であったことに異論の余地はなく、プ
プリンストンのように人種分離を誇示する大学も少なくありませんでした。1930年代になると2人のアスリートが熱い注目を集めました。その一人はベルリンオリンピックで4つの金メダルを獲得したジェシー・オーウェンスです。この時アメリカ人の多くが黒人特有の身体能力や体型があると確信したため、形質人類学者ウィリアム・コープは精密な計測を行い、オーウェンスの身体が黒人型よりは白人型に近いことを公表して俗説を正そうとしました。もう一人はボクシングでヘビー級タイトルを25度防衛したジョー・ルイスです。彼に関する報道記事には人種固有の能力への示唆が散りばめられていました。スポーツライターのライスはこう語ります。偉大な黒人ボクサーは多くの白人ボクサーと違って指導によって育つものではない。彼は生まれながらのボクサーなのだ。身体能力神話の起源はこの時代に求められるのかもしれません。1940年代後半になると人種統合を推進するさまざまな条件が整備されました。とりわけ大きな世界大戦を通して国際社会において自由と民主主義を標榜しながら国内に人種体制を変える矛盾に対する批判の影響は重要です。スポーツは他の分野に先駆け極めて早い時期に人種統合を実現させました。三大スポーツではアメフトが最も早く、46年にロサンゼルスラムズがケニー・ワシントンとウッディストロードを入団させ、翌47年にはブルックリン・ドジャーズがジャッキー・ロビンスをデビューさせ、50年には NBA のボストン・セルティックスがドラフト会議でチャック・クーパーを指名しました。やがて60年代末までに多くの競技種目が人種統合を実現しました。こうして見るならアフリカ系アメリカ人アスリートが台頭するまでに分離主義による差別との戦いの長い歴史があったことが分かります。アフリカ系アメリカ人アスリートの優越は最初のアフリカ人がイギリス植民地の土を踏んで以来400年近くに及ぶ長い人種関係の歴史のほんの一時期の現象に過ぎないと言えます。とはいえ1990年代におけるアフリカ系アメリカ人選手の活躍は特筆に値すると言えましょう。例えば黒人身体能力の権威的存在であった NBA マイケル・ジョーダン、彼の強靭な脚力が生み出す超人的な滞空時間は跳躍ジャンプではなく飛翔フライと呼ばれました。94年にアマチュアオープンに史上最年少で優勝し、プロに転向後マスターで優勝したウッズ、あるいはテニス界のウィリアムズ姉妹、姉ビーナスは97年の US オープン決勝に勝ち進んでその名を轟かせ、翌年からは妹のセリーナとともに主要大会の優勝杯を独占するようになりました。スポーツ界ではかねてからゴルフやテニスのようなスポーツクラブと教育活動を中心に広まったベースボールやバスケのような大衆スポーツとの間に存在するマイノリティへの普及率の格差が問題になっていました。ウズやウィリアムズの勝利はアフリカ系アメリカ人は優れた身体能力ゆえにあらゆるスポーツに強いという神話を強化する一面も有していました。黒人選手の優位を科学者の意見に基づいて証明をしようとする動きに注目すると、60年代にはライフが、70年代にはスポーツイラストレイテッドがそうした記事を掲載しています。80年代になるとアル・カンパニス事件やジミー・ザ・グリニック・スナイダー事件などのようにテレビが神話を伝達する機会が増え、当事者は厳しい制裁を受けました。90年代にはゴルフの帝王ニク・ラウスが、アフリカ系アメリカ人ゴルファーが少ない理由は黒人の筋肉もその反応も白人とは異なるからと答え、厳しい批判にさらされました。しかしアフリカ系アメリカ人選手による同様の発言に対して社会は極めて寛容です。大リーガーのバリー・ボンズや陸上の王者カール・ルイスは公式な場で天性の身体能力を自慢しましたが、咎められることはありませんでした。95年になると自身アスリートであり神経医学者でもあるイギリス人のロジャー・バニスターが黒人の身体構造や生理に何か特別なものがあることは確実だと発言し、厳しい攻めを負いました。これは白人知識人による黒人身体能力に関する数少ない公的な発言の一つです。アメリカ言論界には国民が黒人運動能力に熱中する最中にあって鋭い批判を展開する論者も存在しました。ハリー・エドワーズは70年代にアフリカ系アメリカ人の盲目的スポーツ振興に対する批判の先陣を切り、ジョン・オグブ、デイビッド・ウィギンズ、ゲアリー・セイルズがこれに続きました。
学会からの警告に共鳴するアスリートも現れました。 NBA 選手バークレーはドキュメンタリー映画フープドリームズの悪用影響を憂えて、夢を見ることはいいことだけれど見過ぎないでほしいと警告しました。ジョン・ホバマンは黒人身体能力神話がアフリカ系アメリカ人コミュニティに深刻な弊害をもたらしていると告発しました。その論調はアフリカ系アメリカ人はスポーツに愛着するあまり自分たちの知的な能力に関心を向けなかったなど、白人研究者には稀なほど厳しいものです。スポーツへの執着はアフリカ系アメリカ人の青少年を将来性のない袋小路へと追い立てました。最も成功の可能性が高いとされるアメリカンフットボールでさえ、20歳から39歳までのアフリカ系アメリカ人男性でプロになれる可能性はわずか47,600人に1人に過ぎません。ちなみに最近日本の私たちの話題となった裁判員の連絡は350人に1人、宝くじで1万円を当てる確率は700人に1人といいますので、その可能性がいかに低いかがお分かりかと思います。アフリカ系アメリカ人の弁護士と医師が6万人もいるのに比べ、プロアスリートはわずか3000人です。かくして神話はタブーとなり、それを公の場で口にできなくなるような社会的プレッシャーが高まりましたが、他方で神話そのものを社会悪であるかのように扱う主張も次々と行われるようになりました。その状況を要約するなら、黒人身体能力の優越を見せつけるメディアを通じての表彰と、いや実はそうではない、黒人身体能力なるものは存在しない、そう信じるがゆえに社会悪を生んでいるなどとする言説との対立、あるいは分裂とも呼べるものです。その中に置かれた国民は深いジレンマ、混乱、あるいは緊張状態に陥り、その中にあってアフリカ系アメリカ人アスリートの表彰にいかなる変化が現れたのか、その答えをスポーツシネマを事例として検討してみたいと思います。1990年代後半になると、アフリカ系アメリカ人の人間性や能力の多様性を映し出す作品が次々と発表されます。そこで映像化された表彰をこれまでに見た状況への応答と見るべきなのか、それを小作品を結びつける一つの方向性に注目しながら検討してみましょう。しかしその前にまずそれ以前の主要な作品に目を向けます。例えば60年代のハスラー、70年代のヤングジェネレーション、80年代のさよならゲームなどです。これらはマスコミでおなじみのベストスポーツセネマセレクション、シネマセレクション企画で上位を占める常連ですが、興味深いことにいずれの作品もその筋書きがヨーロッパ系の人間関係の範囲内で進行し、人種民族的なマイノリティが深く関わることはありません。エラ・ショハットやロバート・スタムの映画史解釈に依拠するなら、このような配役をハリウッド映画誕生以来の主流に位置づけることが可能です。ショハットはアメリカのエスニシティに関する映画研究でキング・オブ・ジャズというジャズの創始者を焦点する映画を取り上げ、このような焦点を設定しているにもかかわらず、アフリカ起源の音楽によるジャズへの貢献を一切無視していると指摘します。スタムはヒッチコックによる間違えられた男を取り上げ、ドキュメンタリー調で撮られているものの、アフリカ系アメリカ人の姿は全くと言ってもいいほど見当たらない、ニューヨークの地下鉄だけでなく高知所においてすらであるなどと観察します。スポーツシネマもまた非白人を不可思議な存在であるかのように扱ってきた点で同罪と言えます。アフリカ系アメリカ人を主役、準主役とするスポーツ映画は存在しなかったわけではありません。むしろ人気作品の常連でした。おなじみのロッキーは、主人公のイタリアの種馬ロッキーバルボアが無敵の世界ヘビー級チャンピオン、アポロ・クリードとタイトル戦を引き分けに持ち込むまでを描きます。クライマックスシーンで両者が発達した肉体を殴り合う場面は、白人のロッキーがアフリカ系アメリカ人のアポロに打ち勝つかの印象さえ与えると言えましょう。しかし明らかに素質と身体能力で勝るチャンピオンに、恋人エイドリアンの愛情に支えられて気迫で挑む挑戦者という図式は、黒人の身体対白人の精神というおなじみの二元論に収まるものでした。アフリカ系アメリカ人の身体能力は勝利への旅立ち、栄光のスタジアム、モハメド・アリ、かけがえのない日々、ハードプレーなどでもいかんなく発揮されます。歴史的文脈に鑑みるなら、黒人身体能力に対する礼賛に傾く傾向はある程度自然と言えましょう。
公民権運動が高揚した60年代以降、スポーツ界は黒人にとって経済的成功と社会的進出の最前線でした。ジェシー・ジャクソンの言葉を借りるなら、スポーツはコミュニティの絶望を希望に変え、低い評価を自信に変え、支援や人種の境界を超越する本物のコミュニティ意識を再構築するための拠り所でした。そうした変化を可能とする身体能力は、羨望と感嘆の対象でありこそすれ、何なら咎めを負うべきはずもありませんでした。スポーツ映画の脚本家や制作者がこれを承認し誇張さえしたとしても何ら不思議はありません。銀幕の表彰は現実の業績や記録と相互に補完し合いつつ、身体能力神話の信憑性をますます高めました。だからこそ90年代末から出現する新しい表彰のあり方に、世の中の風潮や価値観の推移を示唆する変化として注目すべきなのです。21世紀の幕開け直前から出現するようになった表彰に共通点を見出すことはそれほど困難ではありません。いずれもスポーツ界におけるアフリカ系アメリカ人の躍進に伴って形成されたステレオタイプを否定あるいは修正する、方向のベクトルを有していました。その意味で対抗表彰と呼ぶことが可能です。2000年に封切られた2つのスポーツシネマは従来見られなかった競技を選択しています。その一つ、ゴルファーの物語バガーマンスの伝説は、主役の2人に白人と黒人でありながら教える側とジャックファイト年配、衝動的で不安定な性格と温和で安定した性格など、ステレオタイプとは逆の役割を配置しています。もう一つの作品ザ・ダイバーは、アフリカ系アメリカ人に遠藤能力とみなされてきた、泳ぐ力、泳力を強調して黒人は水に沈むという根強いステレオタイプに挑みます。また主役ブラッシャーに学力を向上させて、アフリカ系アメリカ人の知的優位を示唆します。同じ年に封切られたタイタンズを忘れないもステレオタイプを逆転させる人物配置がふんだんに、取り込まれています。2002年の小説家を見つけたらは、ブロンクス育ちの少年にバスケットボール技能だけでなく、文章を書く際の文才を与えて小説家としての性能を保証します。2004年に発表されたプライド栄光への絆は、地元高校のアメフトチームの戦績に一喜一憂するテキサス田舎町の人々の心理と行動を克明に描き出した作品で、重要なサブテクストとしてアフリカ系アメリカ人の中心選手を試合中の事故で再起不能にさせ、スポーツ一筋の生き方の危うさを視聴者に強烈に印象づけます。2005年のコーチ・カーターは、そうした危うい青春からの救済を主題にした作品です。クライマックスで、主人公のコーチ・カーターは、それまで勉強に身を入れなかった選手たちがコートに机を並べ、指導を買って出た教師たちに助けられて勉学に打ち込んでいる光景を目にして、運動と同時に勉強もという自分の信念の正しさを確信するのです。これまでに紹介した対抗表彰の特徴をまとめてみましょう。まず、アフリカ系アメリカ人アスリートの能力のありかが三大スポーツやボクシングからゴルフや水泳へと広がります。スポーツ領域内に限っても、アフリカ系アメリカ人アスリートの才能はその多彩さや多様性が強調されるに至っています。次に、アフリカ系アメリカ人アスリートの能力が発言する場が運動競技という身体領域を離れて知的領域へと従来の心身二元論の枠を超えて拡大し、その能力は天文として備わる文学的創造力や文筆力、教室での、勉学意欲や勤勉さ、そうした素質や態度が結実したものとしての学業成績、さらにはそうした成果を達成する、の達成を促す指導力など、さまざまな形で表現されるようになりました。その結果、運動能力は個人の中で知的能力と共存し得るものとして提示されます。観点を変えて言うならば、知的能力と運動能力という2つの能力の均衡が重視され、いずれかとりわけ身体能力の偏重は若者の将来を脅かしさえするものとして排斥されるわけです。かくてスポーツシネマの主張であった黒人身体能力来賛は明らかに後継へと退きます。そこに浮かび上がる新しい表彰は、心身のバランスの取れたいわゆる全人的あるいは文武両道的な人間像と言えるでしょう。対抗表彰は現代における現実の動きといかなる関係にあり、いかに評価されるべきでしょうか。新しい表彰と現実との関係を検討するために、アマとプロそれぞれでスポーツ組織を改善改革しようとする試みに注目します。アマチュアでの事例の一つに、全米体育協会が2005年に
三大スポーツを対象として、導入した成績向上率があります。これは学生アスリートが大学に継続して在籍し、しかも一定以上の成績を維持するよう奨励する制度で、比喩的に言えば映画コーチカーターの役割を果たすものです。プロでは NBA が2006年から高卒者にドラフト取得の条件として最低1年間の待機を義務付け、この猶予期間に大学教育等を通じて広い視野を獲得するよう促しています。アメフト界では2009年4月の開幕を目指す全米フットボール連盟に期待が集まっています。現在の NFL が最低3年間の大学在籍を義務付けているため、大学選手は3年間の在籍後、4年目を練習に充て卒業資格を得ないまま入団を果たすことが少なくありません。新リーグは入団に際して4年制大学の卒業資格を課し、入団希望者に大学での学業を全うするように促しています。これらの改革は文武両道的人間像を追求する点で対抗表彰と思考を共有する運動です。その上、対抗表彰の出現は90年代の告発と現在の改革を介在する位置になります。ですから新しい表彰は少なくとも時系列で見るなら告発を受けて現実の改革を促し得た位置に あると言えるでしょう。厳密な因果関係はさらなる検証によって、見出すことが可能であると考えますが、ここではその可能性を示唆するにとどめるものとします。対抗表彰は左右両陣営からの批判にさらされています。右派は、対抗表彰 PC ポリティカルコレクトネスとみなし、差別表現を意識するまで不自然な筋書きや配役を施したため、かえって映画の価値を損なっていると主張します。リベラル派はコーチカーターをやり玉に挙げて、個人の努力が、事態を改善できるとする想定は社会の構造的不平等や差別を隠蔽して政府の責任を不問に付すことにつながると告発します。しかし私はアフリカ系アメリカ人アスリートの歴史をその起源から現在まで長期的な視点に立って聴感した上で評価するべきであると考えます。黎明期のアフリカ系アメリカ人アスリートはその多くが大学生の成績優秀者や知的好奇心旺盛な人物でした。すでに紹介したローブソンやコープは学業に秀で、世紀の人種対決と言われたボクシングヘビー級タイトルマッチを制したジャック・ジョンソンは好奇心旺盛な人物でした。このような初期アスリートの群像は今日の対抗表彰とオーバーラップします。一世紀余りの人種主義との戦いを経てごく一部の例外的なアスリートのものであった表彰は今やマスメディアを経て集団全体の表彰となりつつあるのです。そこに私たちは100年以上に及ぶ闘争の結露を見るべきでしょう。上に述べたような改革運動によってその表彰が現実にどれだけ近づいていくのか、その進展を見守りたいと考えます。最近デンバーやホノルルなどアメリカ国内だけでなく韓国のソウルやオーストラリアのシドニーなどでも学会に参加する機会があり、他の参加者に質問したり地元のメディアを見たりして黒人身体能力表彰について考察する機会が幾度かありました。韓国とオーストラリアいずれの国家においても黒人と卓越した、運動能力という表彰や言説は深く浸透しているとの印象を受けました。イギリスについても同様であることは次の引用からも明らかです。黒人運動能力神話がイギリスで重要されている状況を的確に表現したものとして、当国のスポーツ学者ケビン・ヒルトンによる次の言葉があります。スポーツにおける私たちの能力は身体的あるいは心理的な意味で自然的な本質的なものとして頻繁に記述されている。スポーツの得て不得てに関する言説は結局害のない人種的差異へと帰着するのである。アフリカ系アメリカ人の400m、走者マイケル・ジョンソンやジャマイカ人の元サッカー選手ガース・クルークスがテレビの出演者として知的で気の利いた発言をするとステレオタイプはたちまち矛盾を露呈する。バルバドス出身の障害馬術選手オリバー・キート、インド系イギリス人ダンサーのダーシャム・シング・ビューラー、タイガー・ウッズ、そして跳躍力に優れた全ての白人と映画ベッカムに恋しての主役たちのようにサッカーがうまい全てのイギリス系インド人女性たちが広い社会に見られる多様性の現実とは何かを伝えようとする。
それでもスポーツに関する社会構造は人種化されており、その中で私たちは他者のアイデンティティを形作り形成するのである。ヒルトンの言葉は、ステレオタイプの矛盾を突きつける具体的な人物の表象が存在するにもかかわらず、私たちの認識や経験を縛る社会構造の力とその根強さを指摘しています。そうした中で本発表が明らかにしてきたような対抗表象と現実の変化はいかなる影響を及ぼしていくのでしょうか。ここで対抗表象の及ぼす影響が顕在する一つの領域として、日米間における黒人間の格差を考えてみましょう。対抗表象はスポーツシネマでを最も熱心に消費する年代である大学生たちに無視できない影響を与えているようです。私が準備的に実施した大学キャンパスにおける調査はこの点を確認させてくれます。アメリカの大学生には一般にアフリカ系アメリカ人アスリートの躍進の原因を遺伝的形質に安易に帰することに慎重であるのに対し、日本の大学生はむしろそれを人種に特有の形質に帰し、それゆえアフリカ系アメリカ人アスリートを無邪気に称賛したり英雄視したり強いする傾向を有しています。もちろんアメリカ社会においてもアフリカ人系アメリカ人の身体能力の遺伝説を支持する人々は少なくありません。しかし、そうした人々とそのような判断を下すことに懐疑的あるいは慎重な人々が拮抗しているので、人間集団の形質と能力に関する理解は複雑で多元的です。それゆえアフリカ系アメリカ人の身体能力は大きな争点を成しているわけです。この点がアメリカの学生に特徴的であると言えます。他方、日本の学生はこうした問題の理解が単調で一元的で、それゆえアメリカの学生と顕著な対照を成しているわけです。しかし、対抗表象がハリウッド映画という媒介を通じて国境を越えて世界各地に浸透していくことを考えれば、このような対象は日本だけでなく世界各地に次第に減少に向かうのではないでしょうか。アフリカ系アメリカ人が初の大統領として選出され、現在全世界のメディアの注目の的であるバラク・オバマは、選挙運動中にしばしば大学生を相手に、バスケットボールを行い、その腕前を見せつけました。カットインの動き、スリーポイントシュート、いずれをとっても彼がプレイヤーとして超一流とは言えないとしても、歴代大統領の中で最も優れたプレイヤーであることを示唆しています。職務のストレスを解消するためになのか、彼がジムに通いバスケで汗を流す様子は当選後の報道によってもしばしば伝えられています。選挙運動中からいわゆる黒人スポーツと言われるバスケットボールの技能が PR 表彰として用いられることに対する批判の声がなかったわけではありません。ハーバードを法学博士、イリノイ州上院議員と輝かしい業績を有する彼が今なぜバスケットボールなのか、アフリカ系アメリカ人に対するステレオタイプを強化するだけではないのかと。しかし、私はこの発表を締めくくるにあたって、メディアの映像から流されてくるアフリカ系アメリカ人バスケットボール選手としての大統領、あるいは大統領としてのアフリカ系アメリカ人バスケットボール選手という表彰にこそ注目すべきであると考えます。これこそ本発表の主張が成功を得たものであることを物語っているとは言えないでしょうか。ご清聴ありがとうございました。